文字英院大統領は7日、カノエネ都市新年時を通して執権4年目となる国政構想を明かす。これまで推進してきた政策的な成果をもとに、国民が体感できる確実な変化をもたらすとの意思を明かす予定だ。文大統領はこの日午前9時30分、青瓦台本館1階の中央ロビーにて約20分間の新年時を発表。 この日の新年時はテレビで生中継される予定。なお、新年時の発表後には十字より文大統領が国務委員らと共に本館一階の夜あにて、新年初の国務会議を行う。